原宿駅前ステージは原宿駅前にある多目的イベントスペース。運営はライジングプロダクション。ライジングプロダクションは2015年3月30日に本社を原宿駅前の原宿、アッシュビルに移転。それを機にライジングプロホールディングス社長、平哲夫の発案によりビルの6階に劇場を設けることになった。平曰く、せっかく原宿に来たのだから、 こちらから発信できるものを作りたかったとのこと。劇場支配人は取締役の田代正宏。2015年8月24日オープン。ライジングプロダクション所属のタレントの卵で結成された女性アイドルグループ原宿駅前パーティーズが夏休み期間は毎日9月以降は週末中心に公演を行っている。こけら落とし公演には西内まりやが スペシャルゲストとして参加した。ステージはランウェイがフロア後方まで広がり、その先端は円形となっている。約100席の客席のうち、ステージに面した席が約3分の1の36席あり、ステージと客席との近さが特徴。原則として、原宿駅前パーティーズの4チームすべてが出演するが、稀に1チームのみの特別公演が行われることもある。 公演では歌の他にメンバーによるファッションショーも行われており、同フロアにあるエリア原宿でメンバーが着用したものと同じ服が購入可能である。オープン当初は電話予約のみであったが予約が殺到したため、チケットピアノ原宿駅前ステージランウェイメンバーズサイトに登録した上で抽選に当たった場合のみ購入可能。座席は公演当日窓口でくじ引きで決定する。 2016年6月2日、会場名と同名の原宿駅前ステージをインターネットテレビ局アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで毎週木曜18時から配信開始。原宿駅前ステージを舞台に毎週木曜18時から19時まで生配信する音楽番組である。原宿駅前パーティーズのうちふわふわ現役ステージへ。 原宿乙女の3グループから選抜された3人の MC に週替わりのお笑い芸人1名がゲスト MC として加わり進行を務める。3グループのライブ、原宿トレンド情報、MC を交えたテーマトークなどの内容で構成され、一部コーナーはアベマビデオでアーカイブ配信されるものの原則見逃し配信は行っていない。年月最終週で最終回を、 迎えた、ありがとうございます。